ゼビオプレゼンツクロノスプラス、心を動かすスポーツ、ゼビオグループの提供でお送りします。木曜日のこの時間はスポーツ選手や OB、 選手を支える人たちにフォーカス。夢を追い続ける素晴らしさ、挑戦を続ける大切さなど、スポーツの魅力に迫ります。今回お話を伺うのはバスケットボール石田貴樹選手です。石田貴樹選手は現在34歳、慶応大学卒業後トヨタ自動車アルバルクに入団、日本代表にも選ばれましたが怪我のため引退し俳優へ転身します。ところが2011年にバスケットボール選手として復帰、現在は B2 リーグに所属する東京エクセレンスでプレーしつつ、3人制バスケットボール 3×3 のチーム湘南サンズのオーナー兼選手としても活躍しています。前回は石田貴樹選手、選手としての歩みから現在力を注いでいます 3×3 プレミアドットエグゼについて伺ったんですけども、今はねオーナーも選手も両方されているということで、今回はその 3×3 プレミアドットエグゼの見どころについて伺っています。ではそんなバスケットボール石田貴樹選手との対談後半お聞きください。2016-2017 シーズン B リーグ先日幕を閉じて、石田選手が所属する東京エクセレンスは B2 リーグ中地区で5位だったんですよね。今シーズン振り返ってみていかがでしたか。結果はその中地区で5位と満足いくものではなかったんですけど、B リーグが開幕してすごく変わったなと本当に肌で感じましたね。レストランとか行ってもあ、もしかして B リーグですかっていうふうに声をかけられることも増えましたし、何かこう注目選手として注目を集めているなっていうのを感じたことは大きかったなと思います。で、まあ、実際ね、B2 リーグでもプレーされてるわけなんですけども、 3×3 の方でもプレーされてるわけですよね。はい、3×3 がまあ3年前からこうトップリーグプレミアドットエグゼっていうものができたんですけども、それに最初から参加をしています。この二足のわらじを履くっていうのはこれどういう気持ちなんですか。まあ単純にこうバスケットボール5人制のオフシーズンにもバスケをできるっていう楽しみもありますし、その自分のまあプレーの幅を広げるっていう意味でもこうやってよかったなっていうふうにやはり今でも思いますけどね。あの僕らサッカー選手だと、はい、オフは休みたいんですよ、はい、でもオフでもバスケットやりたいっていう気持ちになるってことは、やっぱりこう自分が今いい精神状態ってことですか。そうですね、こう今年4年目でさすがにちょっと疲れてきちゃって、今週はちょっと休もうかなっていうふうにも思うんですけど、ただまあその二足のわらじというか、こうバスケットボールだけじゃなくてその他の場所でもこうバスケットボールに携わって仕事ができているっていうのは、なんか将来のことを考えてもいいことなのかなっていうふうには考えているので、まあ続けていきたいなとは思います。はい、で改めてですね、 3×3 プレミアドットエグゼどういう競技なのか説明していただいてよろしいですか。はい、はい、まあ、通常のバスケットコートの半分で行われます。でリングは一つで、その狭いコートですけれども攻守を切り替えながら戦うんですけれども、ルールが少し変わっていて、通常のバスケットボールが2点3点という得点方法なんですけれども、それが1点2点と変わってきます。でまたその10分間の戦い21得点で KO っていう独特のルールもあるので、まあ、5人制のバスケットボールももちろん魅力はあるんですけれども、それ以上にこうスピーディーで、まあ、激しいスポーツなのが魅力ですかね。ゴールは一つ、はい、で攻守が入れ替わる、まあ、つまりこう早く攻守が入れ替わりやすいということで、はい、見てる方はゴール前だけっていう。そうですね、でコート半分なんで、もうコートギリギリのところまでお客さん見に来ることができるんですよね。こう5人制だとこう2階席に行ったりとか、まあ、コートから少し離れないと選手のプレー見れないと思うんですけど、本当ギリギリのところに選手が飛び込んできたりするのが普通なので、より選手の息遣いというか体のぶつかりの音なんかも聞ける、そういったフィジカルなところがやはり魅力ですかね。ものすごい見てて迫力ありますもんね。はい、その分本当に選手は疲れてヘロヘロになりながらやってるんですけど。で2017シーズンの大会方式はどうなってます。今シーズンはチーム数も増えて、こう全国で18チームあります。それを3カンファレンス6チームずつに分けて戦っていきます。まあ、8大会シーズンを通してあるんですけれども、その8大会でこうポイントを獲得していって、その上位者で最後、まあ、決勝トーナメントといったものも行われます。はい、で、
石田選手が所属しているのは湘南サンズ、はい、去年はいかがだったんですか。去年はこうチーム数が12チームの2カンファレンス制だったんですけれども、まあ、残念ながらその中でこう最下位でなかなか苦しいシーズンでしたね。まあ、昨シーズンなんかこう日本人選手だけで戦っていて、こう最近ではリーグのレベルも上がってきているので外国籍選手も本当に増えてきているんですよね、はい、まあ、ですので今シーズンは僕たちもその環境の中で戦い抜けるように外国人選手を補強してこう優勝を狙えるようにしようと思ってます。なるほど。でさらにクラブチーム世界一決定戦 FIBA 3×3 ワールドツアーマスターズが去年に続いて7月29日30日土日に宇都宮で開催されるんですけども、ワールドツアーマスターズはどんな大会ですか。ワールドツアーマスターズはこうクラブチームの世界一を決める大会です。まあ、世界7都市で開催をされるんですけれども、まあ、大会方式なんかはそのチャレンジャーといった大会で優勝したチームが参加をしてきます。そのチームを12チームあるんですけれども4グループに分けてリーグ戦を行います。で上位2チームの8チームで最後決勝トーナメントを行って優勝を決めるというシステムです。で去年宇都宮に行かれたんですか。行きました。試合の解説という立場で行ったんですけれども、はい、いかがですか。まあ、本当にレベルも高いのはもちろんですけども会場の雰囲気が素晴らしかったですね。こう神社の前で行うっていう、 こう独特な雰囲気が神社、はい、の前にこう会場を設営してあの街を挙げてこう盛り上げていたんですけれども、たくさんの方が集まっている中でこう中高生なんかもたくさん集まっていて、やはりこう世界のトップのパフォーマンスをこう生で見れるっていうのはいい経験だなっていうのを感じましたね。そこにいつか解説者じゃなくて出場したいって気持ちいかがですか。もちろんしたいですし、その選手としてだけではなくて、まあ、オーナーとしてこう自分のチームの選手がそういった場所に立つっていうのもこうやはり夢みたいですね。ですよね、はい、さあそして2020年の東京オリンピックの正式種目に先日決定しました。3人制バスケ 3×3 これでまたねかなり注目が集まると思うんですけども、この 3×3 プレミアドットエグゼ2017シーズンね、皆さんで盛り上げてオリンピックに向かってね行きたいですよね。今回のゲストはバスケットボール石田貴樹選手でした。ありがとうございました。